アメリカのプロバスケットボールリーグ NBA と楽天グループはプレシーズンゲーム2試合を埼玉スーパーアリーナで今年の秋に開催すると発表しました来日するのは八村塁選手が所属するワシントン・ウィザーズとステフィン・カリーやクレイ・トンプソンがスター選手を擁するゴールデン・ステイト・ウォリアーズです NBA の試合が日本で開催されるのは2019年以来で 両チームととも初来日となります。この2チームの対戦というのは本当にまああのドリームワッチといいますか夢のような対戦なのかなというふうに思っております。楽天の三木谷社長はバスケファンのみならず日本全体、世界全体が少しでも元気になるきっかけがお届けできればと話しました。